元気。島田が悪いんですか。島田君が実は悪かったんだね。知らなかった俺。でも、まあ、でもそれ聞いて、うん、あ、まあそれもそうかって思っちゃう。だから、まあ、きっかけを与えたのが島田君。え、そのひろしさんが一人で帰った方が美味しい的なことですか。うん、別に俺美味しさとかいらないんだよ。普通に一緒に 帰る人が欲しいんだよ。美味しいってなんだよ。でもそれによって来年はこうしようとかいろいろ思うことがあった。思った。もうだから今回のキャンプ終わったらもう来年のスケジュール決めよう。早っ。もう嫌だ俺こんな思いするの。すげえな。もうわしゃたまらんぞこれは。事務所ライブを立ち上げようかな。いや俺何するんすか。あ、なんか料理作って。ヒロさんネタやるんすか。俺は行かないけど。社長だからお前。俺は行かないけど。俺単独ライブ。俺料理するだけだ。ゲストスパローズ呼んで。それ断れます、ね。バティオスで。バティオスあたりで。ベアーズ島田とウエストランド河本。どう。一回聞いたのはもしかしたら犬が入りそうだったっていう話だった。ああ、タレント犬やろ。はい、タレント犬、うん、それだった可能性があるってことですね。犬と僕。犬と犬に5分寝てやってもらって、うろちょろしてもらって、その後にあの島田君の鳥が鳥俺が犬の後に。でも不思議と犬5分の方が見たい。舞台上で何するか。そりゃそうだろ。エンディングで島田君が作った料理を犬に食わせる。それを見てもらう。犬尺守んねえよ。どんぐらいに煮込む。何、時間にゆとりのある人は確認作るの今から。5日までいる人は明日帰る人は確認作ろうという気にならない。地雷になるか分かんない。ここからは。ここからは。ここからもう会話は慎重に。だんだん高まっていってるからね、俺。ちょっとラウンジでもらった酒飲もうかな。失礼。強いよ。やばい酒になる。最後の夜ですからね。最後の夜だから。斉藤さんが来た。酔うわこれ。何の酒ですか。なんかチューハイ。レモンですか。シークワーサー。おお、いいじゃないですか。うん、うまいっすよ多分。俺酒嫌いだから。ああ嫌なもんだな。それかね、僕と西村さんは経験してますからね。久保キャンプ場で。いやもうレベル違う。いやもう当時は特別でしたよ。当時はそうですよ。全員集合スペシャルですから、ね、あ、まあね。いやちょっとでも沖縄レベル違うやろ。年1回のことですから今回も。今となっちゃ違いますけど、はい、あの当時はあれがマックスだったんですか。帰りながらどんな会話したの。いややっぱ記憶ないですよ。自然と黙りますよね。とかでお互いを褒め合うみたいな。なんだお互い褒め。帰った後も意外とみんなへこむことなくすぐ楽しんでる。うん、そこを楽しんでたね。いやそうだよね。速攻楽しむんだろうな。イラッとするわ。だから僕と西村さんは、うん、あの動画見てイラッとしましたもん。ああ速攻楽しんでるぞ。あのゴムボートみたいので流されるみたいな。あれ割とすぐだからね。あれイラッとしましたよね。あの後のことなんかやっぱ見たくないじゃない、うん、あれ同時進行ぐらいでやってたような気がするわ。あでも確かにそう、同時進行ぐらいの、うん、僕と西村さんが帰るぐらいに空気膨らませましたもん。そうやろ。いやもうちょっとなんか悲しがってほしいな。何膨らまそうかな。ムカつく。まあ、でも誰かしら言ったでしょうね。かなかな。あれはいい写真かな。いやいい写真。あえて背中を見せるっていうの何に並ぶ写真。
背中で背中はねやっぱでもその発想なかったよ。ひろしさんかも、うん、背中で誰か分かるっていうのが、うん、ねで、あの写真からこうなんかメッセージが伝わってくるわけだよ。いろいろね、うん、あれでしょ。だから、うん、こっち向いてないのは未来しか見えない。ああいうことだよ。それはピンときてね。飯を頬張りながら撮ろうって言ったんだ。いやだからあの番組のテーマと合ってますね。なんか、うん、どうも。もうずっと未来の話をするっていう。ホームページでも使われてたしさ。合ってる。うん。じゃあみんなで帰ろうよ。だからみんなで帰ろうよ。彼も今そのところとはちょっと別ですから。もうマックスバリューで買った魚焼いても取ったんです。取ったんです。難しい字の取るです。何匹かリリースしたな。釣れすぎたからな。俺釣ったの全部リリースしたからな。全部じゃ食ったでしょ。マゴチ、あ、なんかつけてましたね。パックから出した魚釣り竿につけて釣ったって言ってましたね。死んだ魚釣り、ちょっと待って、糸で上げて。こっちの方が難しい。はい、美味しい。今回は本当に強いだよね。そうですね。ちょっと、じゅんさん、はい、これどっか持って行ってもらっていいですか。これどっか持って行ってもらっていいですか、じゅんさん。いや、これ広しチャンネルに合うかな。合わねえな。向こう持って行ってくる。いらないですか。いらん。誰に合うかな。アスワかな。アスワくんだね、こんな感じで。なんすか？ノアスワに合うかなと。ノアスワの3年に合うかなと。このライト。なんすかそれ。いやちょっと今自分で釣った魚を芋焼酎と一緒に食べるっていう結構武骨なことやってるんですけど、なんすかそれ。なんすかそのくるくる回ってんの。いや、いらないです。これなんすか、ランタン、なんすかこれ。アスワ。あの明るいやつにしてあげて。明るいやつ。あ、一番明るいやつ。一番明るいやつ。いや、いらない。いらない。照らせるよ。ちょ、いらないです。この辺に置くと一番映ります。この辺に。いらないです。いや、いるやん、それ。いや、せめて映してほしいけど。この辺に置くと、一番映りますからのいらないですって。いるやん。じゃあ、いらないですよ。なんすか、それ。いや、そのなんかも人工的な。目が痛い。あ、そう。どっちがいい？これか、これ。何色ないですか？その2種類なんですか？その2種類なんですか？うん。こっちは。もう1パターンある。もう1パターンある。一番いらないです。何ですかこれ。これ多分、モールス信号なんだよ。いらないっすよ。あ、そう。はい。おかしいな。そんなん持ってきたんですか？ヒロシチャンネルは、ありがとうって言ってたよ。言ってねえよ。ヒロシさん、そういうの好きですもん。あ、そうなんだ。いや、ちょっと待てよ。どんだけ俺のキャンプ見せつつなんでそれ持ってくるかな。でもちょうど明るいし。いや、明るいやついらない。いいかなと思って。いらない。いやー、吟味したリュックの中にあれを入れてきたわざわざね。結構な傘よ、あれ。今の小ネタのために持ってきた。考えるとプロだな。常に。今何時でしょう。うえー、そんなことする。うん、7時、はい、7時45、7時半、僕8時、7時50、7時40。うわー、でも身の近いな。36、7時、あ、40がいった。40がいった。うわー、でもみんな感覚が分かるんだけど、すごいっすね。で、ひろしさんの7時はやばいっすよね。うん、ええ、なんで一番遠い。いや、7時35分だったんでしょ。うん、で、そんな変じゃないじゃん。なんでさ、俺をさ、なんか別に見せたの。明日帰るから、俺が。おい、明日は急にしろって言ったろ。急に見せんなよ。すいません。明日は水曜日やばくない。
あ、やばいね。足はて。やばいね。今。時代の名前。覚えられないもん。足は。あと10年の中で。うんこの話でですと、今命の話で。独立して今から頑張ろうとかさ。なんかすごいよね。いや、でも絶対それは、その方がいいと思ったから。なんか、でも、輪廻とか言うじゃないですか。うん。生まれ変わる。そう。俺死んだら何もないと思う。いや、そう。いや、何もないんだけど、はい、と俺も思ってるんだけど、はい、なんか、怖い、なんか、怖いよね。これがない、なくなるんだよ、この、はい、記憶が。ここで焚き火したこととか。葬式もいらない。でもさ、せめて生きてる間さ、うん、楽しいことやってし死んでいこうと思うけどさ、楽しければ楽しいほどさ、ここでごねるのよ。いや、わかります、わかります、わかります。まだ足りんっつって。まだやりたいこといっぱいあるんだっつって。それで死にたくないのよ、俺。怖え。でも、死ぬから面白いんですよ。いや、そうですよ。無敵のスーパーマリオ面白くないですよ。ああ、すげえな、いろんな角度が来るな、これ。いやまあ、モンクロ牛全く興味ないんだから。かといってこれね、難しいのが、じゃ自分一人だけじゃあ130歳まで来たら、いや悲しいんですよ。そうなのよ。それは、うん、そうなの。全員が一緒、孫みたいなことしか喋れないから、うん、満足のいく終わり方なんかないんですよ、うんうん、で一緒に行きたい、うん、で一緒に帰りたい、明日つながったつながったー。違くないですか。バカ成人した。長期スパンの話じゃん、今までのは。それのリトルバージョン。それ説得だったんだ。で、ヒロシさんは明日死ぬっていうこと。そう、明日死ぬの。じゃあ、俺もさっきからそれ思ってて。帰りの輪廻って思ってたんか。思ってたんだ。帰りの輪廻転生。先に行くんだ。だから、送る側も辛いけど、送るしかないんだよね。そうだよ。じゃあ、どうですか、本当に。じゃあ、本当にヒロシさんが死ぬときに、みんなも一緒に。俺は死んでほしいが、寿命で死ぬけど、いや死んでほしくない。お前らが苦しいんだけど、いや死んでほしくない。でしょ？ってちゃんと勝つなよお前。明日どうすかじゃあ。お前ちゃんと勝つ。一緒に死にたい。明日はただ帰るだけだ。ちゃんと勝ってなかった。明日は別件みたいな。また来れるんだよ。あれちゃんと勝つそうやったのにな。いやただあの久保キャンプ場は悲しまなかったんですよね。あのあれは悲しい。いやそれ言わないで。僕と西村さんの葬式はなかったんですよ。なかったな。はい。ちゃんと聞いてる。ちゃんと聞いてる。いやもうなんかあの人ラフテー作るのに忙しい。ちゃんと本気で作るからあの人。妥協しないから。船が出てさ、はい、離れてもさ声届くからさ。みんなで回されるのが嫌なのよ。いや回しますよそれは。なんで俺が死ぬところを回すんだよ。思い出ですよ。思い出ですよ。もうあとなもうちょっとで死ぬ人カメラ回すか。ここでヒロシさんが船に乗って離れていく部位をヒロシさんの葬式で流すんだよ。ちょっとなんで俺が先にしてるんだよ。リアルでも俺が年上だから。リアルでも俺が先に行かなきゃいけないのか。俺は生きるぞ。夜になって焚き火囲むとこういう話になるね、うん、なるね。なるね。なるよね。命の話。あ、もうこれじゃつかないですか。つくよ。ただ砂が入ってたまにねできないんだけど。うん。返せない。かける言葉が見つからない。おいら一人だけかけるんだ。
できることといえば無視。友達になってくれよ。おいらヒロシってんだ。怪しいもんじゃないよ。よろしくな。座ってるし。おもてなし。一人で帰るから。なんで一人だけ帰るの？ひどいこと言う。ひどいこと言う。ひどいこと言う。ひろさん明日何があるんですか？横浜で営業。営業。帰らないといけないですよね。だから帰る。だから帰ってんだよ。もう来年はもう前もってスケジュール、いやもう決めましょう。もうあのこれ帰ったら一回居酒屋集合して来年の正月のスケジュール組もう。もう早い。1年後のもう俺こんな思いしたくないわ。お疲れ様でした。よっしゃ。行ってらっしゃい。営業頑張って。あのさ、想像しなかった感情だった。あのずっとめっちゃずっとこっち見てる。手を振ってください。あ、あまだ見てる、まだ見てる。どいてあげようか。あの人、人に裏切られてきたな。船で営業しに船で帰った。明日横浜でお仕事。漁船で。いや、これでやるのは野菜料理ぶってんだよ。ぶってんで言わないでよ。だけど格好さできれば荒々しく帰ってくる。思いついたんでしょ。何入ってんの？サバ缶とカツオ節とマヨネーズとネギ。うわ、うまそう。これを